さらけ出すとしますよ、もう、はい、うん、水着も脱いでショーでも脱いで、うん、例えば1年2年はいいと思いますけど、その後どうなりますか。確かに消費されちゃう。どんどんハードにしてください違います、エロ一本ですね。ハードルを超えていくんだ、もっともっとエロく。3年はだからそのストリップとかでいいってことですか、はい、こっから逆算しながら、それエロって そんな狭いもんじゃない、それエロって。海外とかもそれ、中国の市場とか知ってますか。とんでもないですよ、中国のそのエロ市場。どのぐらいあるの。半端ないって聞きますよちゃんと調べとけちゃんと調べろお前。先生言いたいのは、あの日本のセクシー女優さんが向こう行って何百万人何千人でフォロワーが増えたって話を、ね、聞きますよね。